あ、こんばんは、昼の会です。よろしくお願いします。ですね、まあ、毎度なんですけど、韓国はどうして反日するんですかね、反日をやめないんですかね。どうしたと思いますかね、皆さん。そう言うと多分ね、こういうことだと思うんですよ。韓国はね、まあ、反日を利用してね、まあ、反日を利用してね、まあ、外に敵を作って、不満をそらろうとしてるんだっていうと思うんですよ。まあ、多分それも正解なんですよ。でもね、他にもね、反日の理由は多分あると思うんですよ。それはね、まあ、韓国人ってはね、まあ、中華思想ってのは持ってるんですよ。まあ、中華思想ってのはもともと中国の発想なんですけどね、中国が中心、世界の中心でね、周りは野蛮国だっていう発想なんですよ。でもそれね、まあ、その発想はね、韓国人はね、引き継いでるんですよね。まあ、なんて言うんですかね、小中華思想だとも言ったらいいんですかね。それでね、まあ、だから韓国人は、自分たちは優れてて、まあ、日本人は踊ってて野蛮だっていう考えがあるんですよ。で、その踊ってる日本の方がね、まあ、戦後ね、経済成長っていうのは、まあ、韓国より成功したわけですよ。それでね、まあ、なんで韓国はね、踊ったね、まあ、韓国人より踊った日本人がね、経済成長ってね、うまくやってるんだっていう人があるんですよ。でね、そういう、そういう差別意識はね、まあ、韓国のね、反日に、ね、まあ、気をつけてるんですよ。でね、それで、そういう、なんていうかね、差別、韓国人は偽物日本人を、まあ、差別してるわけなんですけど、まあ、やっぱり、差別するってのはね、まあ、こう言っちゃなんだけど、まあ、多分面白いことなんですよ、韓国人にとっては、日本人を、まあ、差別するのは。でね、それでまあ、それ差別して、まあ、謝罪して、まあ、今までの日本は謝罪して、まあ、賠償も金払って賠償したわけなんですけど、まあ、で、まあ、で面白くて、まあ、金も取れて、まあ、一石二鳥だったんですよ。まあ、今まで、反日は韓国にとって。でね、でも、ちょっと今は、ちょっと変わってたんです、今までと。それでね、まあ、そうね、韓国のね、反日をね、やっぱりやめさせるにはね、やっぱり、韓国嫌いな喧嘩しかないと思うんですよ。でね、それで、ね、なぜ喧嘩だとね、あれ、まあ、もう対抗する、その韓国の、まあ、反日対抗すればいいのかっていうと、やっぱり、今までみたくね、まあ、今まで日本はね、過去悪いことした、まあ、謝罪しろ、賠償しろで、それで、そのまま韓国の言いなりだったわけですよ。でも、韓国、喧嘩のね、考えがね、広まればね、なんとふざけるなってことになると、なると思うんですよ。その謝罪しろ、賠償しろって言ってきても。でね、まあ、で、で、韓国が嫌いになった人っていうのはね、いろいろね、ネットで調べ始めるんですよ。韓国の過去のね、不都合な真実っていうんですかね、韓国の、最後の戦争犯罪のこととか、韓国の犯罪行為とかをですね、そうすると、まあ、いろいろ出てくるんですよ。韓国のそういうブラックな情報が、韓国軍のベトナム人虐殺とかで、それ虐殺、ベトナム人を虐殺してね、まあ、ベトナム人自身をレイプして、子供を産ませて、まあ、そういう混血児たちがね、ライダーハンっていうね、混血児たちがいるとはね、いるとかね、あと、終戦直後のね、まあ、そういう朝鮮人のね、蛮行とかね、いろいろ、戦後やったんですよ、朝鮮人の人たちが。略奪とかね、土地の不法占拠とかね、日本人女性をね、レイプしたり、で、まあ、それ土地不法占拠して、まあ、パチンカとか今、やって、今に至ってるわけですよ。で、それでね、まあ、そういうわけだからね、まあ、韓国が嫌いになる、で、いろいろネットで調べる、で、だからね、喧嘩はね、まあ、反日対抗するにはね、喧嘩しかないんですよ。だからね、私もね、こうやってね、みんながね、皆さんが韓国嫌いになるようにね、まあ、少しでも嫌いになるように、ね、こういうことを話してるからね、まあ、本当は、おしゃべり下手くそでね、本当は、こんなところでしゃべるのは、まあ、おかがましいんだけどね、それでもね、そういうことをね、まあ、発言したくてね、まあ、この場を借りてね、いろんな人もね、まあ、土曜日にね、来て行ってるんですけどね、だからね、それで喧嘩になればね、まあ、それ今までと違うぞっていうことなんですよ、韓国は。
で逆に玄関が増えるっていうことはね、韓国で熱中ね、なんていうんですかね、韓国にね、逆に韓国に厳しいことを、ね、政府のね、政策を取るね、政治家がね、当然見たくなるわけですよ、それだけ。だからね、韓国の反日にはね、韓国で、玄関で対抗すると主張します。以上になります。ありがとうございました。